こんばんは、 PR チャンネルファッションカレッジ講師の星葉由正です。こんばんは、 MC の寺田由紀です。今夜も素敵なゲストに来ていただきました。トレンドアセッタンタの伊藤さんです。よろしくお願いします。はい、伊藤でございます。よろしくお願いいたします。早いですよね、もう時期は。はい、秋冬ずらり新作をね、はい、今日紹介するってことももちろんあるんですけれど、うん、カスタマイズ企画をご紹介しようということでお持ちしました。トレンドアセッタンタを BR で紹介して、 BR の中でポップアップとかもやらせていただいて、うんうん、その中でも人気なのはルッソのシリーズが人気ということで、はい、シルクカシミアのスムース織りですよね。そうですね、はい、スムース編みがどうでしたっけ。はい、この袖口が、リブ編みになってるかと思うんですけど、このリブ編みがまた反対側もリブ編みになってるんです。わかんないかもしれないですけど、こうですね。はい、そういう形ですね。ガッチャンコするわけですね。はい、なんでダブルリブになってるんで、うん、要するにこう伸び縮みするんですね。わあ、すごい伸びる。でダブルにしてるっていうことは2倍ということだから、うんうん、それ分生地も、生地というか糸も使ってると。シルクとカシミアの気持ちよさっていうのを十二分に味わえるのがこの、まあ、ルッソのシリーズ でそれが一番売れるということなんですけど、視聴者とか、まあ、お客さんの声の中から、はい、うん、袖が長いとか、ちょっとそうなんです、まあ、いろいろな体型の方がいらっしゃるんで、袖が短いとか、ね、まあ、お袖をね短くしてほしいとか長くしてほしいとか、うん、もうちょっとちっちゃいのが欲しいとか、いろいろ、まあ、うん、お声をいただいたんで、はい、ならこの機会に袖丈を1.5 センチピッチで、はい、2ピッチ短くする企画と、はい、あと 1.5 センチ長くできる企画、なんでレギュラーに対して、3タイプ、カスタマイズをご用意しようと。カスタムということは自分でチョイスすることができるんですか。そうです、はい、へー。でなおかつ今回ちっちゃいサイズがまた欲しいっていうお客さんがいらっしゃるんで、うん、今回は42、44、あと55まで、はい、対応しようという。5サイズってことですね。そうですね。42、44、46、48、50、はい、まで OK、はい、でプラス袖の長さを変えられるよということなんで、ね、まあ、でも言っても、まあ、一番長いのは伊藤さんですよね。はい、はい、これ完全にフルカスタム、はい、すいません、フルカスタマイズですよね。これフルカスタマイズ。星葉さん、ちょっとニットについてお伺いしたいんですけど、うん、よくその例えばシャツとかスーツとかっていうものってお直しっていうじゃないですか。ニットは通常どうなんですか。一応できます。できるんだけど、みんな やろうとしない、あ、やりたがらない。そもそもニットってこうやって編んでって編んでってこうどんどん作ってって、でそれを出来上がったものをもう一回さ、糸ほどいてもう一回くっつけなくちゃいけないじゃない。そういうのってやりたくないですよね、本来だったら。そうですね。ニットって編んでくから、編んでく機械に全部データを入れなくちゃいけないですよね、うん、はい、そうですね。だから袖の長さが一個ずつ違うだけで、それをで全部データ化するのは大変だという、うんうんうん、フランスの某メゾンエルメスとかは日本にお直しを出したりします。日本の技術力が高いから信頼されてるってことですか。信頼されてるってことと、本国でもあんまりやりたがらないんだよね、みんな。あ、そういうことか。このトレンタセッタンタもすごいのが、何回もね、何回も来てここだけちょっとだけほつれたりするじゃない、直してくれるんですよ。あ、すげえ面倒くさいんですよ。お直しは大変だからこそ、初めにも選んでいただこう、選んじゃおうぜと、はい、サイズもバリエーション42から50までいきましたと、うん、で腕も長さを3段階つまり4段階あるってことですよ ね。 そうだね、通常からさらに3段階動けるから、ね、はい、だから皆さんお客様ね、自分のものをちょっとね、腕と長さ測っていただいて、うん、一番ジャストのサイズを着ていただくのが一番いいんじゃないかなと。一応こちらのリストのカスタマイズの企画なんですけれども、今回クルーネック、はい、ブラックの定番品とアイボリーの定番品、はい、でこれ去年星葉さんの別注でアスファルトグレーというのをやって、はい、これ非常に人気がありましたんで、今年この企画に取り入れさせていただきました、はい、デイミーとグレーの中間みたいな感じですね。はい、そうですね、はい、今回こちらの、ハイネックもカスタムの企画で取り上げさせていただきました、はい、これも黒と、黒とアイボリーと、はい、アスファルトグレーですね。アスファルトグレー42から50でサイズが5つ、はい、で袖の長さが4段階で色が3色、さらに形が2種類。これ何通り計算できないね。いっぱいですね。いっぱいですね、はい、これ
てシステムを。そうですね。ワオですね。ワオですね。ワオですね。はい。大丈夫ですか？あ、多分怒られると思います。怒られるけど、でも消費者にとってはこれほど嬉しいことはないですよね。そうなんですよ。これどうやってその変えるというか、今回は、7月19日、今日から BR ショップとオンライン上で、2つの受注方法で、ご注文を受けたまわります、うんうん、なのでお店の方に行っていただけますと、一応基準サイズのサンプルが1点ずつありますので、それに対して、自分がどうか、はい、長くするか短くするかと。なるほど。オンラインの方も黒の46のマイナス3とか出てくると思いますので、うんうん、長めとか短めっていうものを選択していただいて、ご購入いただければと思います。あと、カスタムのものにだけ関して、はい、プラス8800円ということでご頂戴しております。まあまあ、それそうですよね、うん、これ期間ってあるんですか？いつまで買えるっていう、8月1日まで、はい、やらせていただいていてます。じゃあちょっとこれ急いでもらわなきゃですね。そして、うん、はい、新作が今回トレンタセッタンタの代名詞のシルクカシミヤなんですけども、うん、はい、もっとやっぱりちょっと熱いものもないのっていうお声をいただいてたんで、さらに熱いものを作ってみようということ で結構しっかりした、はい、肉厚のもので、うん、なおかつカシミヤシルクの、うん、70-30のブレンドになってます。めちゃめちゃ気持ちいいやつですね、はい、すごい肉厚ですね。今回ご用意した、はい、素材がですね、材料メーカーさんと共同で開発した素材なんで、こちらの方が、はい、カシミヤの原毛になります、めっちゃ気持ちいい。それがカシミヤの原毛。カシミヤの原毛になります。でシルクはこういう繭の状態から糸を取り出しまして、はい、これがブレンドされている状態の綿なんですけども、これとこれがだいたい70-30の割合になるように。70-30でちょっと分けてもらっていいですか、はい、こんなもんじゃないですか。そうなんですね。そんなもんかもね。でこちらの方がですね、紡績メーカーさんと一緒にこう色を出して作ったものなんですけども、今回、トップミックスという、例えばこちらのネイビーなんですけど、はい、このネイビー一色に見えるでしょう、うんうんうん、一色に見えるんですけど、1,2,3,4,5,6,7,8色の、綿を使ってます。これがまずネイビーですよね、はい、ネイビーのネイビーの色なんですけど、これが、シルクですね。シルクを染めたものですね、はいはいはい、でこれがカシミヤを染めたもの。あ、なるほど。で、はいはいはい、カシミヤもいろいろな色に染めるんですね。単なるネイビーって言ってもそれだけ複雑な色にしてると、はい、じゃあ1色のシルクと6色の、はい、カシミヤで色によってちょっとブレンドの割合が違うんで、うん、シルクが2色入ってるブレンドもあります。で、重量比で言いますとシルクがだいたい30と、うん、カシミヤが 70% になるようにブレンドして作ったものがこの糸です、うん、そのカシミヤの原毛とシルクの原毛を見てると、はい、特性が分かるでしょ。なんかカシミヤの方はふわふわしてる。そうですね、こっちはもうとにかくふわふわで空気を含んでる、うんうんうん、同じ分ぐらい入ってるんですけど、これ出していただくと、これだけ、はい、すごい、こんなつわ、でもこう出すと余計に違いが分かりますね。同じ容量が入ってるんですけども、出すとすごい膨らむんですね。あ、全然違う。こっちツヤツヤですね。ツヤツヤだよ ね、うん、トレンタセッタンタの名前の元となったその70と30の配合っていうところをうまくやると本当に気持ちいい素材ができるってことなんだよね。しかも驚きだったんですけど、70と30という、 こう配合率は変えずに、でもこの色によってカシミヤが5色だったり6色だったり、シルクを2色に増やしたりっていうのをこう絶妙に組み合わせてらっしゃるっていうのが全然知らなかったです。だから奥行きがあるんだよね、色にね、すごくね。じゃあどんなラインナップがあるか。今回3つラインナップご用意いたしました、うん、はい、こちらの方がハイネックのカーディガンタイプ、ポケットがついてボタンで開く、お色がですねブラッ
ク、はい、黒、モカ、モカ、ネイビー、グレーの4色になります、はいはい、こちらのアイテムとタートルネックですね、はいはい、ここに黒がありますね、ブラックですね、はい、黒、ハッシュグレー、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 こちらがインディゴになりますね。インディゴ、それはネイビーじゃないんですね。はい、ちょっとなんでネイビーがこちらが違います。はい、それとさっきの配合が気になってきますね。そうなんです。で、こちらのモカとアッシュグレーですね。それも微妙に違う。微妙に色が、お色が違います。これまた気になると思った、はい、配合なのかな、で、あとこちらの方の夏、まあ、リネンで大人気だったんですけど、これをなんと贅沢にシルカシで作ってみました。はい、こちらの方もお色がグレーとブラック、アッシュグレーとインディゴ、はい、悩ましいとこだな、これ何選ぶか。どれもいいですね。そしてさらに、はい、ちょっとメッセージジャガードを入れたものを1点お作りしました、はい、素材がですね、はい、ジーロンラムっていうキックバック弾力性があるウールなんですけども、はい、これジーロンラムってどういうものなんですか。これはオーストラリアの、はい、ジーロンというところで飼育されているラムールで、非常にスポンジーな、うん、すごいスポンジー押してもすごい反発力があるんですけど、確かにスポンジーですね。すごいんですよ。そうですか、これスポンジーですか。スポンジー、めっちゃ、めっちゃスポンジーな。本当にギュッてしたら一回手に馴染むんですよね、うん、その指がこう入っていく感覚というか。でも力を抜いた瞬間にふわって戻ってきます。へ、色がキャメル、はい、キャメルとインディゴ、はい、あとブラック、こちらの3色になってます。ちなみにこのメッセージがいいんですね、はい、レスイズモア、誰が言ったかっていうと、はい、実は建築家でニース・ファンデル・ローエっていう人がいるんですよ、はい、その人の建築を見るとめちゃめちゃかっこいいのよ。直線的 で無駄がなくて、で機能的でって、僕がすっごい好きなデザイナーなんだけど、その人が言った言葉がこのレスイズモア、少ない方が豊かである言葉なんですけど、うん、トレンタのやっぱりこのシンプルで長く着ていただけるっていうコンセプトとすごく今マッチしてるかなっていうことで、確かにまさにこう有名な素材だけど組み合わせ方とかで最大限に良さを引き出しながら、でも見た目はシンプルで何もしてないような感覚もあってっていう、確かにまさにかもしれないですね。一応値段言っときましょうか。そうですね、はい、カーディガン、カーディガンジャケット、はいはい、13万2000円になります。なりますよね、はい、シルカシですよね。そうです、タートルネックの方が7万4800円になります。ケーブルの方が8万5800円になります、はい、両方とも全て今までのシルクカシミア。そうですね、はい、そして最後にレスイズモアの、はい、こちらの方が47,300円、はい、とちょっと買いやすくなりますね、はい、こちらの方も、今日7月19日から8月1日まで EC 上とリアルショップの方で受注を受けたまっております。9月末、商品お届けの予定で、ご注文を受けたまります。7月19日から8月1日までの予約受注生産、はい、その期間に予約をしていただかないと買うことができないと、はい、そうです、はい、で予約していただくと9月末にお届けをする、はい、そういうことです。じゃあ今回どちらもこの2週間、はい、ご予約を受けたまります。いや、これはちょっと急いでもらわなきゃですね。そうね、まあ、結構種類ありますからね。本当に大定番のルストの方の、うん、ああいうシルクカシミアのプレーンなスムース編みに行くのか、重量感たっぷりの方に行くのか、それともメッセージに行くのか、皆さん大いに悩んでいただいて、一番長くこう愛したいなと思うビビッとくるものをぜひ探してほしいですね、まあ、僕はちょっと3枚ぐらい買おうかなと。ありがとうございます。ちなみにどの3行きたいですか。まずこれ行くと思うね。あ、スポンジ、スポンジ、キャメルですか。これでこのと、これの何色行きますか。これグレーと、あとこの伊藤さんの手元にある。あ、はい、そうですね、はい、もしお金に余裕があったらあとカーディガンです。の何色いきますか。あれです。あ、これ、うん、これちょっと黒なしで今回いこうかなと。へえ。ちなみに伊藤さんどれ買おうと思ってるんですか、はい、伊藤さん特注ですもんね、はい、あ、伊藤さんどれ作ろうと思ってるんですか。会社にお願いして一番高いやつお願いしたいと思ってます。ゆきちゃんどれが刺さりましたか。これのモカ
これ最高に可愛くないですか。いいよね色ね、それね、うん、白パンとか履いてもらっちゃって、白もいいしブラックデニムでもいいしブルーデニムでもいいし、うん、もう何でもいけるよそれ、うん、本当に。ということで皆さん、はい、レンタセッタンタン、まあ、何度もご紹介してますが、はい、今回はちょっと新しい試みもありつつでございます、はい、ご自身の、腕の長さに合わせてカスタムオーダーができる定番ニット、そしてこちら新作たち、どちらもですね7月19日本日から8月1日までの予約受注生産となっております。で BR ショップの実店舗の方と BR オンライン、こちらのみなので、皆さんですね、まずは、この2週間のうちに、見に行っていただいてですね、ご自身にぴったり合うもの、長く愛せそうなものをぜひ選んでいただけたらと思っております。じゃあ最後宣伝を。はい、私寺デッキいろんな活動をしております、そろそろ公開できる情報とかもあるので皆さんまずは SNS フォローしていただけたらと思います。お願いします。そしてはい、この BR チャンネル以外にもですね、僕が編集長を務めております、フォルサスタイル、そこではスタイルクリニックっていう連載をやっていたりとか、あとミニマルワードローブチャンネルもやってますんです、そちらの YouTube もぜひご覧くださいということで、伊藤さん今回もありがとうございました、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。次回はこちらです。なんか涼しいパンツなんてあんのみたいな、ちょっと思う方いらっしゃると思うんですけど、見て、あーなんもない。あそうなの。夏って感じがしますね。サラッサラだよね。やっぱりその暑さとかさ、涼しいとかさ、快適に感じられるとか、めちゃくちゃこの暑い日本の中で大事なことなわけですよ。いや絶対大事。チャンネル登録はこちら、こちらです。そしておすすめ動画がこちらです。こっちもご覧ください。